でそうやってだからこの根源にあるのは愛の問題なんだけども、そういう本当に相手とか物とか好きなものもそうだけども、そういうものを本当に愛する気持ちがあって見ないと相手の中にある好奇心は自分の中に入ってこないってことね。それは山口長男の作品から、作品というか絵を描く姿勢から学んだということを豊島は言ってた。だから山口長男の作品というのは僕は好きで随分集めてるんだけども、山口長男の作品をこう豊島とね、見ながら、その中にあるその生命がある、生命の好奇心っていうかな、そういうのをいつも豊島ともね、絵画論でね、芸術論で議論し合ったわけだ。その時にこう豊島がいろいろ言ってたことが今話したようなことだということで、でこの今言った麻生三郎と山口長男から学んだ、その好奇心と野蛮性だね、この交錯、それから矛盾だから、その矛盾の苦しみとか、まあ、慟哭だよね、慟哭というか心のその慟哭とか苦しみに耐え抜くのが本当の芸術の道っていうか、芸術家としての道だということを、まあ豊島は武蔵野美術大学の時にもうしっかり掴んで、それを豊島の偉いっていうか、まあ、素晴らしいところは、それを本当に72で死ぬ日まで、なんだろうな、その真実だと自分が思ったものにぶつかり続けたってことだよね。そういうそのぶつかり続けたこと自体が僕はね、その豊島康政という人間が持っている僕は才能だと、芸術のやり続けられたってこと自体がその才能だという。でその矛盾、好奇心と野蛮性の交錯に対してぶつかっていくことが豊島の人格を形成した。だから豊島というのは人によってはね、いろんな会った時の人によっては、もう極端に言うと、あの人は悪魔だというふうに言ってる人もいる、あれは完全にあの人間は人間じゃない悪魔だということまで言っている人がいる。それは豊島が持つその野蛮性の部分を見ちゃった人なんだね。これはもうしょうがない、だからその工作の苦しみの中を、なんだろうな、戦い続けて生き続けた人が豊島で、それが豊島芸術にキャンバスの上に叩きつけられているということだよ。要はそういうことだよ。